ついに試合は大詰め。9回の裏ツーアウトランナーなしまで来ました。時間よ止まれ。しかし止まりません。甲子園で聞かれるあと一人コール、すなわち和田豊か現役引退試合、長嶋監督ラストゲームの終焉を伝えることになります。初球から打っていったサードゴロ、今岡が取りました。一塁を送って試合終了。タイガース和田豊か選手引退試合5対0締めくくりました。長嶋監督のラストゲームは5対0タイガースの勝利に終わりました。なんとか和田さんの引退試合、今日は勝って締めくくりたい、そんな声が聞かれました。ゲーム前、ご家族の方も来られていました。もう涙が止まりません。目は潤んでいます。本当に現役生活17年間お疲れ様でした。和田豊選手、一人一人と握手をします。高本さん、ゲームが終わりました。和田選手引退試合勝利で飾ることができました。はい、それでね、和田自身がね、あ、これで終わったんだなというのを思ってると思いますよ。はい、さっきからずっとベンチでね、やっぱりこう振り返りながらね。そして久保さん、長嶋監督のユニフォーム姿を見られるのも今日が最後です。タイガースが5対0で勝利をしました。勝ち投手が井川、9勝目、負けは入り木についています。これから和田豊選手の引退セレモニーが行われます。この垂れ幕が示している言葉しかもう見つかりません。読売巨人軍監督を勇退されることになりました。和田豊選手の引退セレモニーの前に、まずジャイアンツの長嶋茂雄監督に阪神タイガースからの花束が贈られます。檜山前副会長より贈られます。もうタイガースファンもジャイアンツファンもありません。プロ野球ファンはこの姿を永遠に目に焼き付けたいところです。